ゆっくり、スライムピアス作ってみた。この動画は、高確率で、ウプ主のお見苦しい手が出現します。また、一部お食事中にふさわしくないアイテムが、登場します。何より、粘土フィギュアのスキル、レベル1の造形物です。以上を踏まえて OK の方は、ゆっくりしていってね。とりあえず、いきなりゲームオーバーになる前に、入念に素材チェックからスタートしました。何せビギナーですからね。紙粘土は、スライム的に、これじゃない感が半端ないです。おゆまるくんは、透明感はあるけど、高温に弱いですね。UV レジンは、型取りが面倒な上、結構加工が必要なので、ウプ主には不向きです。石粉粘土は、細かい加工ができるけど、削りと塗装が大変そうですね。樹脂粘土は、乾いた時の、このつるっとした質感といい、扱いやすさといい。君に決めた。材料は、ほぼ見ての通りですが、レベル1のウプ主は、だいたい、100ゴールド均一の道具屋で、購入しています。レベルの高い冒険者なら、もっといい樹脂粘土買えるんでしょうけどね。道具も見ての通りですが、新しい装備は、ありません。ちょっと工芸が好きな人なら、大体持ってるってものばかりです。それでは、いよいよ作っていきますよ。樹脂粘土の白多めに、少量の青を、乗せます。乾くと色が濃くなるらしいのですが、この時は結構多かったようです。色が均一になるまで、練り練り。同じくらいの大きさになるよう、二つに分けます。あとはひたすらスライムの形にします。白の粘土を、米粒程度に丸めて、定規で平たく押さえて、ピンセットで貼り付けました。アクリル絵の具の赤を、ちょっぴり白に混ぜ込んで、小さい棒状にまとめて、同じく貼り付け。黒のペンで瞳を描いたら出来上がり、乾ききらないうちに、キューピンをニッパーでカットして、中心にブスリとやっちゃいます。キューピンは一度抜いて、接着剤をつけてから刺すと、安定します。乾かしてアストロン状態になったら、ピアス金具を取り付けます。キューピンに通したスワロビーズもつけました。せっかくなので装備しました。初めてにしては、上出来だと思います。こうなると、さらに他のものも作りたくなりますよね。もう少し、種類を増やしていこうと思います。白に少量の赤と、微量の黄色を混ぜて、スライムとあとは同じにすれば、スライムベスができました。スライムと同じ色で、ホイミンも作っちゃいますね。作業上爪楊枝を、下からぐすり、自分にホイミ状態です。触手が細かすぎるので、半乾きにしてボンドで接着することに。おーっと、何か色々映り込んでますね。右端と左手前は、石粉粘土で試作して、マニキュアで塗装したものです。触手は黄色とイエローウォーカーを、ちょっとだけ白に混ぜ合わせて、いろんな長さにちねります。あとはボンドで触手をペタリ。バランスよく貼ると、ホイミンらしくなります。スライム同様、顔を作れば完成。ライアンさんのために、ボールチェーンもつけてみましょうか。試作品の、ピンクの子は、エンゼルスライムにしていくよ。天使の羽は石粉粘土で。天使の輪は、樹脂粘土の、白プラス黄色で作りました。顔はこけし職人並みに、手書きで頑張りましたよ。ここまで来ると、アイテムを作ることより、スライムそのものを、作るのが楽しくなってきました。少しはレベルが上がってきたので、もう少し、違う形のものにも、挑んでみることにしましょう。スライムベースを作ったら、今度は、対象に粘土を分けます。大きい方を丸めたら、頭に合わせて、
小さめの白の丸も作ります。白、黄色、イエローを顔、ちょっとずつ混ぜて、指輪状にしたものを、ハサミでカットします。同じ色の粘土を小さくちねって、ボンドで貼り付けます。乾いてから、ピンセットで貼ると額。アクリル絵の具の緑と紫に、白を混ぜて、さっきの小さい、白ボールに塗って、王冠と合体、上にも飾りをつけたよ。王冠と本体を合体させたら、本体が意外と縮んでてびっくり。まあ、慣れてないから仕方ないね、しょぼーん。気分を変えるために、バブルスライムとスライムつむり、並行作業しちゃおう。スライムつむりのトゲは、後から貼り付けです。後ろから見ると、ちょっぴりデンジャラスな香りがします。早くトゲをつけてあげよう。目や、口、ほっぺ、トゲなどが、やっと入りました。キングスライムは、キングというより、なんだかプリンスという佇まいですね。スライムつむりは、それらしくなって何よりです。バブルスライムは、予想以上に、いい感じになりました。ご視聴ありがとうございました。それではごきげんよう。